皆さんこんにちは。音質改善マル秘大作戦オーディオ入門です。今回で202回目となります。今回のテーマも前回に引き続き、誰にでもできる商用電力のクリーン電源化の後編になります。それで今ご覧いただいている皆さんは、すでに壁コンセントへの仮想圧の接続は試されてみたのでしょうか。音の変化はどうだったんでしょうね。なりっぷりもいい感じに変わったのではないでしょうか。まだの方はぜひお試しください。前編ではこれの説明と対策のやり方についてご紹介しました。この後編では対策後の音質やなりっぷりを微調整をして、よりご自分のお好みの音に近づけることができますので、その方法について3つほどご紹介したいと思います。なお前編でもお断りしていますが、今回の対策については 100% 自己責任ということでお試しください。それと前編では一つお話が抜けていましたので、ここで補足させていただきます。コメントの中に電源プラグの向きを間違えてしまうかもしれないといったご指摘がありました。電源プラグの向きのことですね。確かにその可能性はゼロではないですよね。なお差し間違いをしてしまう可能性のある方、またお話がよくわからないという方はですね、今回の対策はどうかスルーしてください。私はそこまで責任を持てません。ということで、コンセントへの差し間違いのしようがない方法がありますので、ここでご紹介します。その方法なんですが、それは電源プラグの活線側のブレードを抜いてしまえばいいんですよね。こんな感じですよね。わかります？プラグからブレードを、活線側のブレードを取っちゃえばいいんですね。このようにすれば間違いようがありません。ちょっと見にくかったですね。このようにですね、活線側のブレードを外してしまえばいいわけですね。その上で漏電を合わす、まあそちらの方に分かるようにマークをつけておけば間違いようがありませんよね。このようにして使っていただいた方が安全だと思います。このようにしてしまえば間違いようがなく、活線側への差し込みは 100% できません。また見るからにはっきりと曲線が分かりますよね。このようにしてしまえばより安全です。このことをお伝えするのを忘れてしまいました。それでは本編に移りたいと思います。それでこの対策による効果、つまりスピーカーの出音の変化というのは微調整をすることができます。皆さんのお好みの音、鳴りっぷりにさらに近づけて仕上げることができるんですよね。ですから最終的には皆さんそれぞれの加減次第でかなりいい感じの音、鳴りっぷりに仕上げることができます。ではその手順についてお話しします。まず最初は前編でご紹介した一般的な備長炭の仮想アースを壁コンセントの設置側に接続して、音の変化、音の様子を確かめてください。これだけでも先ほども言いましたが、随分と感じのいい音へと変わるはずです。この音質や鳴りっぷりで十分満足という方はこれで終了で OK です。それで対策後の音を聞いてみて、もう少し解像度を上げたいな、またはもう少し落ち着いた鳴りっぷりの方がいいなと思われた方は、次のようなことをしてみてください。音と鳴りっぷりが変わり、さらに皆さんのお好みの音に近づくはずです。まずは解像度を上げる方法になります。これはトピックの190ですでにご紹介しているやり方なので、詳しくはそちらをご覧ください。ここではやり方だけ簡単にお見せします。まずシャープペンの芯か鉛筆の芯をご準備ください。これらには導通性があり電気を通します。そうしたら適量の芯を細かく粉々に砕いてください。それを音の様子を見ながら備長炭の上に振りかけて
隅になじませてください。このようにすることによって仮想圧の効果が高まり、解像度などが良くなります。音圧も上がります。思いのほかシャープペンの芯で音が変わりますので、少しずつ様子を見ながら混入させ量を増やしてみてください。会心ならば3本ずつぐらい混入させて音の様子を見てください。私は5本から10本ぐらい炭に混入しています。会心を取り出してみました。この会心には導通性があり電気を通します。そのため仮想圧の効果を上げることができます。結果として音が変わります。それでは試してみますね。鉛筆も同様ですね。鉛筆の芯を使う場合には周りのこの木の部分ですね、これを壊していただいて中の芯を取り出していただいてご使用ください。会心の場合はまず3本ずつぐらいから混ぜ込んでみてください。これを粉々に砕いてください。ハンマーや何か硬いもので砕いていただければいいですね。わかるでしょうか。このように砕いてください。撮影しながらなのでちょっと砕き足りていませんけれども、皆さんの場合には本当に粉々になるまで砕いてくださいね。そうしたらこれを仮想圧に混ぜ込んでください。上から振りかけてください。はい、そうしましたら続いて振動を与えてなじませてください。しっかりとなじませてください。下の方まで行くようになじませてください。作業としては以上です。この状態で一度音の様子を見てください。もう少し解像度を上げた方がいいなと思う方は会心の方を追加していただければいい感じに仕上がると思われます。これが一つ目の方法になります。続いて二つ目の方法としては、もう少し音に華やかさが欲しいなと思われた方はですね、次のようなことをしてみてください。ゲインも上がります。ピアニッシモなどの再生音が強調され鮮やかとなり、全体的な聞こえ方が華やかな感じへと変わるはずです。これはまだ動画でご紹介していないやり方なので先出しということになります。200回記念ということでおまけですね。この方法でも明確に音のニュアンスが変わります。ここで紹介している微調整のやり方は、今回ご紹介している壁コンセントへ接続する仮想アースに対しても効果ありますが、それ以前にアンプなどに使用している仮想アースにしていただくと明確に音の違いがわかります。ですからもしかすると壁コンセント用の仮想アースに試す前にアンプなどに使っている仮想アースに試していただいた方がいいのかもしれませんね。まあその辺は皆さんがご判断してください。まあその方法としては、まずはケーブル使わない何かありますよね。材質が銅のものですね。銅線のものを2、30センチご準備ください。何でもいいです。皮膚をまず剥いてください。はい、そうしましたらこのようにですね、周りのビニール、皮膚を剥いてください。まあ私はやり方をご紹介しているので少ししか剥いていませんが、皆さんは20センチくらいは剥いてくださいね。そうするとこのように胴体が出てきますよね。ピカピカしてますよね。綺麗ですよね。でも実はこれもうすでに表面に酸化皮膜という汚れがついてて接触抵抗が高くなっています。まずできたらこれを綺麗にしてからお使いください。どのようにして綺麗にするかというと、こちらですね、ピカールという金属研磨剤を使ってください。これはホームセンターで300円か400円、まあそのくらいで入手することができます。ちょっとどのくらい汚れてるのか
見てみたいと思います。ではピカールを少しつけますね。少しでいいです。なじませてください。じゃあ拭いてみますね。はい、拭いてみました。はい、汚れってこんな感じに取れてきます。たったこれだけ、この長さを拭いただけで汚れというのはこのくらい落ちてくるんですね。これが接触抵抗を悪くする酸化皮膜というものになります。また汚れも含まれていますね。では最後にきれいに空拭きしてください。無水エタノールなどで拭き取っていただくと丁寧ですけれども、私はそこまでしていません。なお、今お見せしたこの汚れというのは何もこのケーブルに限ったことではありません。オーディオの接続部分ありますよね。プラグ、コネクタ、それらは全て同様にこの酸化皮膜というもので汚れています。それを掃除することによって皆さんが聞いたことのないような透明感のある綺麗な音へと変わります。これに関してはトピックの1でご説明していますので、興味のある方はそちらをご覧ください。これは酸化皮膜の除去作業というものになります。はい、空拭きも終わりました。このように汚れて取れてきます。このように酸化皮膜を除去することによって輝きが違いますよね。このようにしてから使った方が私はいいと思います。そうしましたら、続いてはこの胴体を、導線をですね、3ミリとか5ミリ、そういった短い長さに細かく切ってください。はい、そうしましたら細かく導線をですね、切ってきました。作業としては切るだけですからとても簡単ですね。ただですね、この細かく切った状態の導線というのは手とか足に簡単に刺さります。また切ってる最中に目に入ったら大変なことになります。ですからゴーグルをつけるとか、とにかく飛び散らないように最善の注意をしてこの導線は切ってくださいね。これは危ないですからね。簡単だけど危ないですので皆さん注意してくださいね。わかりますよね。このように細かく切っています。私は少ししか切っていませんけれども、皆さんの場合には20センチ前後、それくらいの量を切ってみてください。またそれを加減しながら混ぜてみてください。そのようにするだけで音に華やかさが乗ります。それじゃあ入れてみますね。これも先ほどの返し同様に入れてください。はい、入れました。そうしたら先ほど同様になじませてください。このようにもっとしっかりなじませてくださいね、皆さんはね。このようにしていただくだけで音に華やかさが乗ります。ピアニッシモなどの再現音がより鮮やかなものへと変わりますね。これが2つ目の方法でした。続いて3つ目の方法はですね、逆にですね、音や鳴りっぷりをもう少し落ち着かせたいな、または高音域の音を少し抑えたいなと思われる方もいらっしゃるでしょうね。そのような方は次のようなことをしてみてください。方法としては、水晶サザレイ石を音の様子を見ながら適量仮想アースに混ぜ込んでみてください。このようにすることによって全体的な鳴りっぷりがいい感じに落ち着きます。私の場合はこの3つの方法を加減しながら全てにしています。また筐体ですね、アンプやプレイヤーの方に使っている仮想アース6台の全てにもしています。当然それによって音は変わっています。ですから皆さんも返し印または鉛筆と銅の胴体と水晶サザレ石を適量仮想アースに混ぜ込んで音を仕上げた方がいいんじゃないのかなと思います。ご存知のない方もいらっしゃると思いますけれども、この水晶サザレ石というのは電気的な作用を持っています。オーディオの再生音を良かれ悪かれ変えることができます。ただ悪くなるんじゃ困りますから、その辺は使い方量を加減しながら使えばいいわけですね。
いい感じ、まあ音が落ち着く方向に変わります。またデジタル機材においては解像度と音圧が上がりますね。ですからここでは音のきつさ、鳴りっぷりの過剰さをもしも感じた場合にはこの水晶サザリ石を適量仮想アースに混ぜ込んでみてください。いい感じに鳴りっぷりが落ち着くはずです。皆さんのお好みまで分かりませんから、混入する量は皆さんが加減してみてください。水晶サザリ石ってこのような水晶の端材ですよね。結局のところ、これは 1kg Amazon で1200円、まあそういった値段で購入することができますね。送料込みです。安いです。ですからこれを音の様子を見て、まあ必要ないなと思われた方は入れる必要ないですけどね、まあ入れた方がいいなと判断された方は入れてみてください。これもこのように入れてください。で先ほど同様なじませてください。まあ水晶はちょっと粒が大きいので、まあ何でもいいんですけれども棒状のもので押し込んでやればいいわけですね。まあ今回ご紹介したこの微調整の方法、まあ3つほどありましたけれども、これを皆さんがちょうどよく加減しながらしていただくことによって、音というのはより皆さんのお好みの音に近い音へと仕上がるはずです。微調整のやり方としては以上になります。ただ一方では音の違いがわからない、聞き取れないという方もおそらくは一定数いらっしゃると思われます。もしもそのような場合には、今回ご紹介している対策以前に機材類に対する基本的なノイズ振動対策が不十分である、足りていないんだなとご理解ください。気づいてください。一般的にオーディオの機材類はノイズや振動の良くない干渉が多すぎると広く音質劣化しているんですよね。これは皆さんにもイメージができるはずです。でも実はそれだけではなく、機材類の感度も広く鈍くなっています。なのでこのように感度の鈍いシステムには何らかの対策をしたとしても、その効果が音の変化として現れづらいんですよね。これについては私も何十年も前に実際に体験しています。ですから本当のお話です。私も大昔は何をやっても音の変化が分かりづらかったです。それでも対策を重ねるうちに徐々に音の変化が分かるようになってきました。このことからも今回ご紹介した対策を試してみても音の違いが分からなかったという方はですね、その通りおそらくスピーカーの出音は変わっていないんだろうなと推測できます。その理由としては、先ほども述べたように基本的なノイズ振動対策が足りていないことが原因で、機材類の感度が鈍く、壁コンセントへの仮想アースの接続による効果が音の違いとしてスピーカーの出音に現れないとご理解ください。つまり基本的なノイズ振動対策をある程度することによって、機材類の感度というのは徐々に敏感なものへと変わってきます。なので興味のある方はまず基本的な対策に急いでいくつか手をつけてみれば、やがて音の違いがスピーカーの出音の違いとして現れやすくなりますので、こんなイメージで設定などを見直してみるのもいいのかもしれませんね。私も大昔は音の違いが何をやってもあまりよくわからなかった時期がありますので、これは本当のお話ですね。それでは次の方法、2つ目の方法になります。まずは微調整をして一度音を仕上げてください。そうしたらもう一つ仮想アースがありますよね。その仮想アースをお部屋の壁コンセントのどこかに接続をしてみてください。当然設置側に接続です。そうするとさらに音が変わります。これはシステムの近くでなくてもいいです。システムの近くのコンセントに接続した場合には効果がありすぎて、どうも音のエッジが立ったきつめの音になるようです。なので2つ目の仮想アースには激変レベルの効果を期待しないでください。システムからは少し離れた壁コンセント、
または1階ならば2階と離れたお部屋の壁コンセントに接続をしてみてください。そのようにしていただければ激変レベルではありませんが、音の質感がさらに上がるのを体感することができるはずです。この2つ目の仮想アースの効果としては、音が良くなるというよりは静寂感が増し、音の立ち上がりや音の消え際などに違いを感じるはずです。この音の立ち上がりというのはとても大事なことです。音の立ち上がりが良くなることに起因して音の全体的な質感が上がって聞こえるはずです。よかったらこれもお試しください。そうしましたら、2つ目のこの小さな仮想アースはどこでもいいです。どこか他の壁コンセントに差し込んでみてください。システムに使っている電源に近いところに差し込めば音の変化というのは大きく現れます。逆に遠いところに差し込めば音の変化というのは小さいものへと変わります。皆さんのお好み、お家の状態によっても違うでしょうから、どこに差すのがいいとは一概に言えません。ですからこの2つ目の仮想アースの接続するコンセントについては皆さんがご判断ください。なお私の場合はこのオーディオを聞いているのは2階なんですけれども、どうも同じ部屋に差し込むとちょっとエッジがきつくなりますね。ドライブ感もちょっと過剰な感じがします。ですから2つ目の仮想アースというのは1階の空いてるコンセントに差し込んでいます。このように離れたところに差し込むことによって音の変化というのは当然わずかなものへとなっていますが、ただそのわずかなニュアンスがいい方向へと変わりますね。まあそのようにお考えください。このように差し込む方向は必ず間違えないようにしてくださいね。絶対間違えないようにしてくださいね。お家のどこかの壁コンセントにこのように差し込んでいただければいいわけですね。仮想アースを使ったクリーン電源化については以上になります。まあ正確にはクリーン電源化というよりは設置側のノイズ対策といった方がいいんでしょうね。今回は2回にわたり供給されている商用電力のクリーン電源化の方法として壁コンセントへの仮想アースの接続について、ご説明と作業方法と音の微調整のやり方についてご紹介させていただきました。興味を持たれたという方はぜひお試しください。これによってスピーカーの出音というのは明確に変わります。音の質感が随分と良くなるはずです。それと私は結果に基づいたご提案をしているだけであって押し付ける考えは持っておりません。なので前つばという方はどうぞスルーしてくださいね。また再三言っていますが、ネガも大歓迎なんですが、具体性に欠けるコメントはどうかご遠慮くださいね。今回ご紹介した方法は明確にスピーカーの出音が変わります。皆さんぜひお試しください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。